大谷俊夫は、日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、元俳優である。当初のキャリアは、水谷俊夫名義で、監督、俳優としてスタートした。1907年、広島県呉市に生まれる、旧姓、神戸第二中学校卒。1923年、試写科の長男、23歳の小笠原明宝が、 京都に設立した小笠原プロダクションに参加。翌1924年、水谷俊夫名義で、風船売りのおばさんを、自らのオリジナル脚本で監督し、デビューしている。同プロダクションでは、同作以降は、俳優として、1926年の同社の、解散まで4本に出演した。1933年、日活渦政撮影所で、 八田たなおゆきのオリジナル脚本で、杉教授主演の、お前とならば、を、大谷俊夫名義で監督し、同年5月25日に、同作は公開された。翌1934年、現代劇の玉川撮影所移転で、同撮影所に移動し、同じく、八田た脚本、杉主演の、夫を思えばを監督、同年5月31日、同作が公開された。 1936年、中野実のの小説の映画化、細君三日天下を杉主演で監督している。満州映画協会翌1937年、PCL 映画製作所に移籍、同年1月14日に公開された、秋田実現作のコメディ映画、心臓が強いを、横山円達、花菱や茶子主演で監督している。同年、PCL は合併して、 東方映画となり、PCL 撮影所は、東方映画東京撮影所となるが、大谷は同社に残留。長見流に、今右兵脚本のコメディ、牛ずれ蝶特急を、藤原鎌た主演に監督。同作は、同年11月3日に公開された。多くの喜劇で名を挙げた。ヘラヘラ笑うところから、ヘラ感というあだ名がついた。 1938年11月3日公開の、キシー・アラ主演の映画、虹に立つ丘を監督したのを最後に、東方を去り、満州映画協会に参加するため満州国に渡る。マニエイでは、1945年の解散までに、11本を監督し、うち2本の脚本を書き、大震災監督作、玉堂春をプロデュースした。満州からの引き上げ後、 東京練馬の王の泉映画で、1950年、サイ三日天下を、王。サイ三日天下として、花菱や茶子を主演、ミキトリローグループを客演にして、セルフリメイクした。同社での自作、ヨドバシタロ脚本、柳屋金五郎、横山円達、花菱や茶子、坂井春に出演による、同年7月18日公開の映画。 特艦裸天国を監督。その後、東京都映画協会で演出した後、フリーとなり、短編の文化宣伝映画を撮った。ありがとうございます。